はい、ということで皆さんこんにちは、てつびです。今日は JR 大阪駅南口の方に来てるんですけども、今日は大阪駅から徒歩で行けるようなところで、革新的なまた新しい路線ができる場所がございますので、そちら見ていこうかなと思います。大阪駅の北口へやってきました。ここからその目的の場所へと行きます。向こうの方に東海道本線、山陽本線につながる JR 神戸線が通っています。それのもとにこちら1本だけの線路、これが梅田貨物線といわれる線路なわけです。これが地図に載ってない路線ということで、ここに様々な特急電車が通過するんですが、その特急というのが黒潮号、また春香号なんですね。 JR の特急電車、もちろん あちら側にいる地図急行に直通しますスーパーハクト号、あちらのように特急電車、あちらも通るんですが、新大阪方面から大阪駅を介さずにそのまま新宮方面、和歌山方面、それから関西空港方面の春香号などは、そちらはここの線路を通る、そういうことになります。ここは意外と人が行き交うところでございまして、車もバンバン行き交っております。ここは日本でもなかなか珍しい、踏切前で一旦停止をしなくても良い踏切ということで、福島駅の元にあるどっかの踏切と同じく、このように救急車も来た、乗用車、トラックがずっと通過している、一旦停止をしない踏切となっております。次に上り方面の春香号がやってくるそうで、京都方面関空特急春香号、現在では30分に1本出ている特急電車ですが、30分に1本の特急電車、そして黒潮号もここを通りますから、単線でたくさんの特急をさばくと、特急しか通らない線路、もともとは梅田貨物線といいまして、貨物のみの通る場所でしたから、それは当然なんですが、そういう風になっております。切り警報器が鳴って列車がやってくることを知らせます。こちらが青を示していますから、こっちから列車がやってくるわけです。
このようにして梅田貨物線を通り京都までスムーズに行くことができます。そしてそれに関連したお話で、現在梅北新駅というものが建設されておりまして、そちらがこの今大阪の北口のあたりにあるですね、この道路の下のところにですね、駅を作って、地下駅を作って、そちらに何は筋線というものを通そうと、そういう計画が持ち上がっているそうです。そしてもうその工事が着工されていて、こちらの梅田貨物線を使わずとも大阪駅で乗り換えのできる特急電車にしようと、そういうわけです。なんか言ってたら、西九条方面からやってきたこちら LS15 編成ですかね。あんまり著作権が触れそうなんで何も言いませんが、ああいう列車が走ってる、そういうことです。この踏切から向こう側、あちらの方に、まあ、巨大な建設現場、先ほど見ていただいたんですけども、あそこがちょうど梅北新駅のできる場所となっているようで、地下に特急電車の専用発着ホームができる、そういう風になるわけです。また何は筋線として普通電車も走るんでしょうかね。ちょっとその辺のところは詳しくないんですけども、新しく大阪が便利になる、そういうものになります。これが見れるのもあと何ヶ月か何年も経たないということになってしまいまして、もう見ることはできないですね。貨物はここを通りますが、特急電車はもう通れなくなっちゃう、そういうことです。またまた踏切が鳴りました。これね、踏切のね、この線の内側だと思うんですけども、あ、実際はこちらにちゃんと歩行者用のものがありますので、西九条方面、西九条で大阪環状線に合流しまして、天王寺、そしてそこから阪和線に入りまして、関西空港へと、そういう風に列車はここを通っていくわけです。ここで貨物の対比だったり、入れ違いだったり、すれ違いだったりがここでやられてたわけです。これがずっと続いてるんだけど、この後あのこのフェンスのさらに奥にあるこちら側に工事されているところの地下の方に、なにわ筋線、それから梅北新駅ができる、そういうわけでございます。大阪の梅北新駅のできる場所、ここは大阪駅からそのまま徒歩で改札を出ずに来ることができる、地下から来れると、そういう風になる予定です。ずっとショベルカーやたくさんの工事車両が来ておりまして、土砂が積み上げられていたり工事がされています。具体的にどの辺なのかちょっと分かんないんですけども、この辺の高層ビルから見下ろすと、その位置が分かりやすく見やすいと思います。ここが梅北新駅のちょうど地上側、どこにできるんだろうな、多分、ね、この辺のね、地下の方にね、もう工事が終わって埋め立てられてるのかな。あ、ちょうどここの下の方に、ちょっと見にくいですけど、あるかな。ここが多分駅ができるとこなのかなと思います。
先ほどいたのが、ここからちょっと見にくいですけど、あっちの方にある踏切とか横の路地裏のところとかからまあ見てました。こんな感じで海北新駅、海北広場、海北区域というのはこのように新たにビルのようなものも建っていますが、梅田貨物線とともに新しくなにわ筋線が誕生して、ここに公園もできるそうです。完成がまあ楽しみですが、そうすると関空特急はるか号、黒潮号はこの線路を通らなくなってしまう、そういうことになるわけです。それは多少寂しいものの、これによって本数の増便もできやすい、単線ではないですから増便もしやすくなる、そういうふうになります。また来ました、1日何本も走っているコンビニ列車たち。現在はこちら6両編成と短い編成ですが、関西空港前のお客さんをここで乗せていくところから関西空港を結んでいます。ということで今回の動画はこちら梅北新駅の方、そして梅田貨物線を見てみたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。では他の動画でお会いしましょう。